左に跳ねた、うん、おー、ナイスショー、ナイス、ちょっと薄かった、うん、ちょっと僕が出ないといけないシーンが始まりましたので、大ちゃんプロテストお疲れ様でした、はい、の話を、一次試験、一次は2日間アンダーでして、うん、結構何の心配もなく不安もなく、全部で何日、3日間です。お、風月ですよね。風月で距離はそこそこ長かったんですけど、うん、コース時間がそこまで難しくなかったんで、うん、納得いく結果でした。でも、ずっと同じ気持ちでやれていけたと、はい、2時の話は次のホールで わあ、すげえ。すごい難しい、難しいですよね。いい方です、うんうん、おー、ナイスバーディー、ナイスです。ど真ん中強かった。ナイスね、ナイスパー。うん、ラフまで行っちゃったかもしれない。おー、よいしょ、強いな。なんか今押し込むみたいに打ちましたよね。めっちゃ飛んでる、うん。ロイヤルでね、ロイヤルですね、うん、あ、でも、うん、しっかり寝れて、うん、で朝起きてもなんかいつもの試合の同じ緊張感で、うん、まあ普通の試合よりは全然ピリピリしてますけど、うん、結構普通で、うん、でスタートしてってます。まあでもなんだかんで多分いつも通りじゃなかったのか、ショットはもう荒れていて、結構林から何回も出してるとかしてて、で初日は上がってきたらワンオーバーだったんですけど、だからショットの調子の割にはうまくまとめられるのかな、結構満足してます。1日目はその時でもう上位何人が通るって分かってたんですか？1日目上がってみて出てました。あ、出てた、はい、もう19人って21人。おー、って頑張んないとなって、ちょっと30位ぐらいかなって思って見てたんで、うんうん、あ、思ったより厳しいかな。そうで、ちょっと頑張んなきゃなと思って。うん、2日目は、うん、で2日目も同じ感じでした。朝出る前までは、うん、で、でも今日はちょっと少しアンダー狙いたいなと思って出てたんですけど、2日目はちょっとピンポジションも難しくなくて、うん、それでバーディーは4つも取ってた。取ってた、取ってた、取ってた。ただ本当にもったいないボギーもしたし、うん、5メートルのバーディーパットから3パットしたり、結構すごい荒れたゴルフをしてて、うん、3オーバーだったんですけど、うん、で全体の結果見たら周りもそこまで伸ばせなかったから、ね、うん、まだいけると思って、お、2日目を終わりました。終わりました。はい、あのコースは、4日間やってアンダーだった人が4人くらいしかいなかったんだよね。そうですね、だんだんみんな崩していった、うん、すごいタフだったんですよ、ね、すっごい難しいです、うん、スラフすっごい深いし、うん、グリーンが速かった、グリーンもそうです、止まんない、傾斜もおかしいんですよ。知ってますか？受けグリーンじゃないもんだって、受けじゃないと困るんですよ。そう、なんかこんな感じになってて、そう、なんかこんな上にピンがあったり、うん、あ、そうなんだ、マウンドの上に攻めてきてる。結構厳しい、難しかったです、うん、トーナメントみたいなセッティング、うん、そう、
おいしょ。うん、よいしょです。ありがとうございます。うん、林？いや、いわゆるその黄金世代って言われてる人たちと、うん、今の段階で戦えるんじゃないみたいな人たち何人かいるよね。いますね。全然今ツアー出て全然上位に入れる。入ってますもんね、ステップとか。実際入ってますもんね。強いですね。風格あるもんね。ありますね。雰囲気もあるし、ね、うんうん、爆発的なスコアを出す。そう、だからプラチナなんでしょうね。プラチナなんだよね。なんでしょうね。行くしかないもんね。ついてくない。そう、必死にしがみついて、ね、そう。ナイス。もうすごい。ちょうどの距離でした。うん。64ぐらいのアゲンストだったんで。うん。サンドで。短めに乗ってフルスイングした。うん。うん、ナイスです。落としどころも十分ですか。はい、うん、またもう1ヤードぐらい先をグリーン目に乗せたかったんですけど、でも手前の分には全然 OK です、うん、パー？パーです。うん、ナイスパー。これバーディーパットだった？あー、ナイスパー。2日目が終わって順位的にはないの？順位は23位タイかな、うん、ぐらいでしたね。じゃあまだ2日目、はい、まだまだいける。まだまだいける、うん、練習してご飯食べて寝て、はい、寝て、うん、3日目。3日目でも朝は本当にいつもと変わりなくて、練習も普通に終わってで出てったら、まあ、ショットもそんなに良くなかったんですけど、アプローチでなんとか寄せてて、なんですけど1メートルぐらいのパッターを3ホール連続で外したんですね。 1,2,3 で？ 1,2,3 で外しました。どんな気持ちになりますか？いや、もう1メートル結構来るよね。1メートル結構決め打ちしたりしても全然範囲なく一筋違うんですよ。なんか次からが怖くなるっていうか、何がどうしたら入るんだろう、全然入るイメージがなくなっちゃって、うん、もう全然パターがノーカーになって、でどうしてだって思ってたらショットにもだんだん影響出てきて、慣れて、うん、ボギーしか出せない感じで、前半でもう6オーバー、うん、その日は。でなんか3日目って他の人もみんな崩してましたよね。3日目崩しましたね。あれは何だったんです？そのタイちゃんだけじゃない、そのパターだけじゃない気がするんですけど、うん、やっぱりピンポジションもやっぱ難しかった、3日目。あと風も強かったのが一番、うん、でやっぱ3日目って一番みんな気が緩みがちなのかもしれないですね。やっぱり4日間戦うって普段ないから、うん、1日目2日目は結構みんなスコア出せるんですよ、うん、だけど3日目体力と精神的なところがちょっとずつ乱れてくると、うん、じゃああれですか、やっぱり女子の試合でも3日目って結構でかいってことですよね、うん、だから普段から3日間4日間の試合経験してる子は強いんですけど、うん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 、やっぱり1日の試合がどうしても多いから、うん、4日間の戦い方って難しいなって改めて、うん、その違いか、うん、3日終わってどんなやってらんないって感じでした。やってらんなかったですね。練習もしたくなかったんですけど、明日あるからしなきゃなと思いながら練習して、大号泣。その日は？大号泣でしたね。練習中は大丈夫なんですけど、終わって、終わったなと思ったらもう止まんなくなりますよ。明日どうやって戦おうかなと思いながら。そうだよ、うん。きついっすよね。きつかったですね。4日目は来たんでしょ？朝は来ちゃったんでしょ？ご飯食べれた？3日目夜食べてない。食べてないです。とりあえず寝て、うん、で4日目も
まあ、いつも通り食べて練習して出たんですけど、うんうん、やっぱりダメだって感じで前半全然うまくいかず、うん、後半の最後の方になってちょっとずつショットがなんか良くなってきて、うん、なるほどね4日目までも思いっきり打ってきましたうんうん、うん、もうなんか分かんなくなっちゃった感じ、うん、分かんなくなるよね、うんうん、なんかどうやってパー取ってたんだろうバーディー取ってたんだろうってありますありますよよくあります、うん、試合の時ってなんか自分が自分じゃなくなるみたいな、うん、ちょっと分かんなくなっちゃうなんかふわふわした感じ、うん、でやっぱ1時とその初日はピンポジションが簡単だったから1時もセッティングは簡単だったんですねだからそういう場面ではスコア出せるけど難しくなったところで簡単にボギーが出ちゃうからこれだとやっぱプロトーナメントとか出ても全然通用しないなと思ってだから今年は受かんなくてもよかったのかなと思ったところで戦えない私の実力じゃん実力と頭じゃん頭メンタルと何も足りてないから準備しろってことですね。まあ、でもじゃないですけど、だって原恵梨香さんも渋野さんも2回目で受かってますし、20人しか受かんないんですよね。狭いですね。19人、多分他も30人か30人みたいに入ってくるんでしょ。で、100人くらいでその中の20人でしょ。ね。半端ないよね。半端ないですね。ツアーで勝つくらい半端ないですよね。うん、厳しいですよね、うん。本当に痛感しました。最終受けても4日間競技。そうです、4日間です。ほんでプロの人たちも来るんでしょ、最終には。そうです。あの単年登録してて。はい。去年ツアーで出た人。ですよね。もっと万全に備えて。うん、厳しい。本当に厳しい。さっきも言ったけど、ちょっと強すぎる世代だから、ちょっと先行ってくれよって言ったら、もういいからって。受かってほしいですね。そうそうね次私行くって、ね、席開けてくださいって。ね、そういうのあるよね。でもその人たちにも勝てないとやっぱ、ね、最後ツアーで次は、ね、一緒に戦うわけだから。短いパー4。ナイス。球高いっすよね。多分それが抑えられたらもっと飛ぶと思うんです。うんうん。ね。れないよいしょ。この辺かな。おーナイス。止まったよね。うん。ナイスです。ナイス。ピンに寄ってったよ。はい。ない。そういう転がり方ってすると。でもちょっと落ちどころだと思います今のは。うまく前に飛んでくれた。ね。うんえ、たいちゃんは小学校の時から野山を駆け巡ってたえ、そんなことないです結構、小学生まではずっとピアノに没頭してましたピアノやってたんですってでも、ずっと生まれも育ちも横浜って言っても、あの港未来とかの感じのとこじゃなくて、はい、結構自然豊かな横浜で育った自然豊かなんですね家の前の川、家の前に川流れてて、うん、そこはホタルが見れる結構綺麗なんですね、水とかそう、うちもホタル出ますあ、本当ナイスバーディー、はいありがとうございますめっちゃ入る58度で低く球を出すっていう意味が分からなくて、はい、球は右側に置いて右側に置いて立てるんですよ普通にあの構えたらこうじゃないですか、うん、
て六頭立てて、うん、このままこうこのアドレスで作った形をそのままこう持っていくと低く出ます。左足体重は結構大事ですね。あ、左足体重か。あ、それ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 入るし。左足体重で右足寄りに置いて。うん。この形をキープして。おお。そう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 。できた。うまい。うまい。できてますできてます。52とかでもできてる。おお、すげえ。それがやりたい。でも多分アドレスさえちゃんとこう体重配分とかをちゃんとできれば結構そのまま打てばいいんで、うん、ここで手首使ってこう振ったり、そう、そんな気がしましたよね、固定して、うん、